里崎チャンネルジョッ。こんにちは。今日はどっか食い気味っすね。いやいつも僕はなんか今日はどこそこっていやいや、そんなことないですよ。食い気味っすね。そうですか。あれ嬉しそうですね。いやちょっと当てちゃったんでね。私の予想ちょっと的中しちゃったんで。しちゃったやつありましたっけ。ありましたありました。今日の球団、今日は、はい、ドラフトチェック DeNA ベイスターズ、イエイ。ちょっとなんか SNS 上もね、はい、なんかコメント欄とか賑わってて、はいはい、あの DeNA のスカウト編成はあの里崎チャンネルを見てる説みたいなでも全然私結構あの言えば里崎さんが左ピッチャー DeNA 好きだよねって言ってたんで、はい、私のおすすめの左を2人言ったらその2人とも DeNA に入るっていう。池谷君と高田君は親子高の、ね、そうですね、はい。じゃあちょっと上からチェックしていきましょうか。そうしましょう。なんか嬉しそうなんで、はい、下に行くほど嬉しいっていうあれですか、はい、パ・リーグは楽天が一番嬉しくて、はい、セ・リーグは DeNA が一番嬉しいパターン。ちょっといいですね、嬉しいですね。でもなんかコメント欄に、はい、あの DeNA の、うん、セ・リーグは DeNA のファンになった袴田さんって書かれてていやでもやっぱ自分の高校の後輩が入ってるわけですよ、うん、ちょっと見ちゃいますよね。まあそらね、はい、それは仕方ないですよね。チェックしちゃいますよ、うん、はい。まあ、ということで DeNA はね、うん、ピッチャー4人内野2人というドラフト戦略になりましたけども、はい、DeNA 三原球団代表牧選手はうちの補強ポイントに合うと、うん、2位のね、2巡目で獲得できたのは非常にラッキーだと、はい、非常にスムーズでバランスの取れたドラフトでしたと、うん、私自身は満足していますという、なぜか1位の選手のコメントがないっていうねありますそっち。抽選にならなくてよかった。あ、ありますあります、うん、入江投手は右で一番いい、角度のある球で制球もいい、開幕先発枠入りのそれだけの力はあるっていうふうに、うん、まあこっちはこっちは書いてますね、はい、入ってますね、まあ、あの新聞によりますね、はい、はい、というところで僕なんて言ってました。 DeNA は DeNA はですね、まあ先発最初早川投手行くんじゃないかと予想はしていて、左が好きだからね。そうです、うん、DeNA で左が好きだと、うん、で足のある外野手が欲しいと言ってましたね、うん、というところで外野は0人でしたちょっと予想外しましたね、佐藤さん。そうですね、はい、で去年がね、投手3人、捕手1人、内野2人、外野1人というところで、はい、まあ、1位はね、森選手で、2位、3位で坂本伊勢という両投手がね、はい、まあ、今年1軍でね、ちょこちょこ頑張ってるっていうところもありますし、はい、で4位の東選手がキャッチャーで、5位、田辺、6位、海老名、内野外野と、ね、うん、っていうところで、で7位が浅田投手かっていうところでしたけど、はい、今年はね、外野ゼロというところで、DeNA、はい、ドラフト見て分かったことが一つだけあります。はい、梶谷、うん、DeNA、残留です。おー、分かりましたか。だから取ってないんじゃないですか。はい、あ、そうですね、そういうことか。ああ、はいはい、取っとして出るかもだったら、うん、多分取ってたかも分かんないですけど。そうですね、だから出ないんですよ、はい、でそして、うん、佐野がレフト、うん、でガイドはもしオースティンとかソトが残留したならば、うん、はまりますよね、うんうん、ではまらなかった場合は、まあ、上里とかもいるんで、はい、そういったところでは、まあ、無理にいりませんよと、外野、うん、は、はい、いるんでっていうね、うん、で足使えませんからって、はい、もう使わずに、はい、行きますよっていうね、はい、うん、でまあ、選手もいるんでそこでね変えてもっていうところがねあるのかなっていうところで、はい、1位はねさすがもう広島の DeNA は独自の戦略で、うん、あの強豪いかないっていうところでね、うん、でもそれでもそのねその右投手で一番いいっていうね、はい、自分たちのチームの中での評価っていうところでね、うん、まあ、入江投手を取ったっていうところで、まあ、先発がねあの今永が肩の手術して、はい、で、東がトミー・ジョンというところで、うん、左を結構ね、まあ、東もそうだし、今永、はい、で浜口、うん、ね、で坂本もそうだし、左のね先発は多いけども、はい、右がねって少ないっていうところで、そろそろ右だっていうところで、その強行してね取れなかったら困るんで、うん、まずはしっかりと単独で1位いこうと。で早川投手は左だったんでね、はい、左が好きだっていうより、まあ、好きなのはあるかもわかんないですけど、はい、左が多すぎるんで、うん、右も取っとこうっていうところで、まあ、上茶谷なのにね、うん、続くところを、まあ、入江を取って、はい、右の先発ローテーションに入れたいっていうところでね、うん、はい、まあ、非常に僕は良かったんじゃないのかなと、うん、こううまくねいければその左右のバランスも取れて先発ローテーション作れるんで、はい、非常に良かったんじゃないのかなっていうところもありますし、はい、この2位でね牧選手っていうところを取れたっていうところは、うん、
非常に大きかったかなと。だからそれまでの2位から言えばね、オリックスからなんで、はい、オリックスがね、外野玄君行って、はい、で日本ハムが五十幡選手行って、はい、で、楽天が高田投手行ってるんで、はい、でこちらヤクルトもね、山野投手行って、うん、森浦投手行ってるんで、牧内野手がね、はい、唯一余ってたっていうところで、まあ、ここを取れたっていうところでね、まあ二遊間はね、まあ、どうにか改善していきたいっていうところもあったんでしょうし、はい、でそこをね、しっかり取れたっていうところも、これも非常にこの戦略良かったんじゃないかと。だから入江、これ牧っていうところでは非常に素晴らしかったかなと、はい、運もね、あったのかなっていうところもありますし、はい、昨日の試合で、うん、昨年ドラフト1位の森敬斗選手が、はい、プロ初打席だったんですよ、はい、巨人戦で、うん、で、レフト、はい、まあ、ホームランまではあと5メーターぐらい行ったんですけど、うん、フェンチョクのツーベースを打って、プロ初安打、初ヒット、はい、メッセージ来ました、森選手。どんな牧選手が先輩だけどドラフト2位で入ってきたけども、うん、俺は負けませんからっていう連絡が来たわけじゃないですよ、はい、勝手に受けメッセージを勝手に僕俺が受け取ったっていう、はい、牧先輩が入ってきたけど、うん、俺は負けねえぞっていうね、うん、このショートの争いっていうところもね、はい、チーム内競争が激化すればね、お互い良くなっていくし、うん、っていければでは、まあ別にね、牧森がどっちがセカンド、サード、ショートでもいいわけですから、はい、そういった面でもまあ未来に向けて投資していきたいっていうところで、牧選手っていうところはね、非常に良かったと、はい、日本代表の4番に座る右の強打者ですからね、はい、まあDeNA という人も右の強打者ね、はい、もし宮崎がもし怪我した時とかサード行ってもいいわけですから、うん、そういった面ではまあ非常にいい選択だったかなと。でしかも3位に横浜高校から松本龍之介投手、はい、これ覚えてますか？私この投手も多分最後の動画で名前出してるんですよ。知ってますよ。知ってます、まあ、見てたんじゃない見てた見てたいやだから私が名前やった選手3人入ってるんです。すごいですよね、はい、だもう DeNA ファンになるしかないんだよ。そうですね、横浜はなっちゃいましょうか。いいんじゃない、はい、大親友の森野真子ちゃんも、うん、はい、DeNA ファンなんでしょ。そうなんですよいいんじゃないですか。真子ちゃんと もうパリーグは楽天、セリーグは DeNA なんで。でしょ、はい、だもうマコちゃんと2人でそれでいいんちゃう、はい、ハマスタ行こうかな、いっぱいいいですね、うん、それでいいんじゃない。今年はちょっと応援したくなりますね、うん、本当に。でここでね、地元横浜高校で左っていうところでね、はい、まあ、来年から三浦大輔監督が監督になって、はい、まあ、2軍はね、西俊久監督がね、はい、なるっていう報道がありますけども、はい、そういった面でも、まあ、地元っていうところもありますしね、未来に向けて大きくね、育ってもらえればっていうところで、まあ、やっぱり左が欲しいかなっていうね、はい、好きなのかなっていうね。そうです、左ですね。で4位がね、内野手、履正社から、うん、高校通算35本の誇る左の大砲、森のライバル、はい、また小深田大地、はい、名前聞いた時にあれ楽天の小深田の弟かなって。いや私もそう思って調べちゃいました。だって珍しいじゃんね、はい、全然違うんですよね。違いました、うん、っていうところでここで内野手も取って、はい、やっぱ内野がをやっぱちょっとこの二遊間未来に向けて変えていきたいのかなっていうね、うん、ところはチームとしてあるかもわかんないです。だから外野より内野急務っていうね、はい、思ってるかもわかんないです ね、 そうですね、まあ、ヤマトをね FA で取ってきたのも、はい、だからそういったまあ背景があるわけだし、うん、でまあ、石川がね、あの対談っていう、戦力外的になるっていうところもあって、はい、まあ、その二遊間の若手をこれから、変えていこうっていうところではこの小深田選手の4位指名っていうのもね非常に良かったんじゃないのかなと。で5位でね、はい、袴田さんおすすめの静岡高校から池谷壮太投手、はい、右足を大きく上げるフォームが特徴の左腕で、うん、最速、球速以上の伸びのある直球が武器っていうね、うん、まだ左2年連続都市対抗出場に貢献ということで、うん、左大好き、はい、そう、本当左大好きですねで、6位にね、はい、高田拓人投手、はい、静岡から商業から、はい、最速148キロの直球と鋭く曲がるスライダー武器と親子高で、はい、県4強、うん、っていうところで。そうなんですよ、また左なんですよね。そうですね、はい、だから左3人取ってるんですよ。で右1人、はい、で内野手2人と、うん、だからまあ、ね、僕は DeNA も良かったと思うんですよ。はい、ああそうですか、はあ、はい、広島が好みとしては一番好きだったんですけど、はい、DeNA は2年連続良かったと思うんですよ、うん、去年のドラフトめちゃくちゃ褒めてましたもんね。去年のドラフトも最高だったんですよ、はい、あのごちゃごちゃ言ってる人世の中いましたけど、はい、あの僕はこの今年の DeNA のドラフトも好きです。どう好きなんですか。このまああのしっかり抑えるところだから右の先発が少ないから右で取ったわけですよね、はい、1位で取って、だから左はいると、うん、でだから早川君行くよりも
この入江君の方を多分行ったら単独で取れるから、はい、ハズレ1位で強豪になったら入江君も取れなくなる可能性あるから、はい、だから多分右の入江左の早川だったかも分かんないです、はい、でそんでこっち強豪になったらこっちも取れなくなったら困るから、はい、もう単独で入江行こうという戦略は、うん、僕は別に間違いじゃないと思うんですよ、うん、でしかもチームのいないところに合致するん で,、はい、でしかも内野も補強していきたいっていうところで牧と小深田っていう高校生と大学生の年の差を分けて取って、うん、で森との競争の中でチーム内激化していく、で外野は梶谷に FA しないからオースティン もし残留した場合、うん、まあ、外野も佐野が台頭してきてるから、まあ、しっかりした形もある、でその控えてるのが上里音坂とか、はい、桑原っていうところもあるっていうところで、まあそんなに急務じゃないかなと、うん、まあ、来年ぐらいに外野取っとこうかなと、はい、で去年外野取ったねこの海老名選手とかっていうところがまあどうなるか分かんないですけども、はい、そういったところもしっかり育てていこうと、うん、でキャッチャーは去年の東もいると、はい、で後半に即戦力で使える池谷、うん、で地元の松本、はい、で、伸びしろを図る高田っていうところで、うん、まあ、年齢構成と投手の別、はい、まあ、左が好きなんだなっていうところはよく分かりましたけども、そうですね、そういった面でも、はい、まあまあ良かったんちゃうかなと僕は思いますね。でも育成でまた投手を、そうですね、はい、2人市川達也投手法政から、うん、ね、で加藤大投手、横浜隼人、ね、はい、神奈川地元です ね, そうですね、こうやって地元職も出しながらファンを拡大していくというところでは、うん、戦略上すごい良かったんじゃないのかなと思いますね、はい、これもまだ1年後楽しみですね。入江投手と、はい、池谷投手、うん、はい、牧選手はどうなってるのか、うん、はい、っていうところはね、うん、注目したいですね。いやー、なんか私にとってもすごい満足のドラフトでしたね。良かったですか、一番良かったです。だって嬉しくなっちゃった。ということで、はい、今日から DeNA ファンになった袴田さんとお伝えしました。はい。